北国新聞ニュースをお伝えします日本航空高校石川で発生した新型コロナのクラスターは昨日新たに26人の陽性が確認されて89人になり県内で最大規模になりました石川県が昨日発表した新規の感染者は県内外の18人でした 航空石川関連の感染者はこの中に7人含まれ、日本航空学園が確認した陽性者19人を加えて26人でした。これまでの感染確認を含めて、航空石川のクラスターは89人になり、去年4月から5月にかけて発生した河北市二ツ谷病院の86人を上回り、県内では最大規模になりました。 石川県によりますと、航空石川と併設の日本航空大学校では、生徒や学生、教職員など合わせて1,229人について、昨日までにほぼ全員の検体採取が終わりました。このうち、検査結果が判明したのは409人で、残るおよそ800人の結果は、明日までに出る見通しです。 航空石川には今日。国のクラスター対策班が訪れ。原因究明と再発防止にあたります。一方、政府は。石川県に適用する。蔓延防止等重点措置の期間について。来月十三日までの期限を。維持する方針を固めました。秋恒例のイベント。 金沢ジャズストリートが今年9月2年ぶりに開かれることが決まりました。金沢ジャズストリートの実行委員会は、昨日、総会を開き、椎の木芸品館をメイン会場として、今年9月10日から12日に開催することを決めました。去年は新型コロナの影響で中止されたため、開催は2年ぶりで、 会場やプログラムの数を例年の三分の二に抑え感染を防ぎ感染の状況によっては規模縮小や中止を検討します今回は初の試みとしてシのノキ芸品館での生演奏と国内外の会場をオンラインでつないだネットワークライブを行います昨日の総会では ジャズストリートのポスターなどに使う画像、メインビジュアルが公開されました。この画像のデザインは、ブロードウェイミュージカルとジャズの歴史を表現しています。金沢市は、昨日からデジタル化に対応した職員を育てるリーダー研修をスタートさせました。 この研修制度は行政のデジタル化によって業務の効率化と市民サービスの向上を図ろうと今年度から初めて設けられました研修会には若手や中堅の職員20人が参加し研修のスタートにあたり金沢市役所で昨日、開講式が行われました。式では山野幸義市長が 市が将来にわたって進化するためのツールとして、デジタル技術を使いこなせるようになってほしいと挨拶し、職員に研修で使うパソコンを手渡しました。リーダー研修を受ける職員は、今年11月までデータ分析やアプリ制作などの知識と技術を学び、来年度の取り組みに反映させるということです。 災害時に避難した際、ペットと一緒に過ごせるよう、野々市市は昨日、市内のドッグラウンジと協定を結びました。野々市市によりますと、県内の避難所では住民がペットと共に避難できます。しかし、ペットは飼い主とは別の場所や屋外で管理されるケースが多く、こうした協定を結ぶのは、 野々市市が県内で初めてです昨日の締結式では阿波高明市長とドッグランジを運営するサビーの田畑博和社長が協定書に署名しました協定によって野々市市阿波田6丁目にあるデイドッグラウンジは災害時にドッグランスペース付きの個室10部屋やグルーミング設備などを住民とペットに開放します この施設にはドックカフェも併設されています。春ブロッコリーの出荷が北陸最大の産地、香川市で本格化しています。香川市内では50軒の農家が稲作の農管器などを利用し、特産のブロッコリーを52ヘクタールで作付けしています。JA 香川のブロッコリー部会によりますと、 新型コロナの影響で食事を自宅で取る内食需要が増え量販店向けにブロッコリーの引き合いが高まっています加賀市久美町にある JA 加賀の施設では昨日地元で収穫された5トンの出荷作業が行われましたブロッコリーの生育は先月と3月の良い天気で順調に進み 来月上旬に出荷のピークを迎える見込みですブロッコリー部会の下出幸夫部会長は茹でてそのまま食べても天ぷらにしても美味しいと思うと話していました香川市特産のブロッコリーは7月上旬にかけて北陸三県と京阪神の市場に300トンが届けられる予定です 北国新聞ニュースでした。